皆さんこんにちは。今回は、原神のウェブイベントですね。よくわからない部分があるので、ある程度リマインド的な感じでいきます。7月15日24時59までです。ってことで、進行していくのですが、デイリーミッションをクリアして、カードを集めて、調合しよう、というイベントです。絵合わせイベントですかね。では、チュートリアル後ですが、報酬受け取りは右上のミッション受け取りから。そして進行は先ほど言ったカード合わせなんですが。結構見づらいのですが、左にクリックできる場所があって、そこに NG リストが並んでいます。紅色の花は2個で1植物扱いになる?という説明と。それより下は、一緒に使わないでねってやつですね。なんで、NG リストの方を掲載したのはちょっと考えがわからないのですが、わかりづらくなっていますね。そして、カード自体は右の交換ショップで、違うカードに交換が可能です。組み合わせに困ったら活用しましょう。ちなみに、デイリー任務自体は最初の画面に戻るか、カードを引く、というところをクリックしたとき、残り回数が0だったらデイリーを表示してくれます。あとは調合して報酬受け取るだけですかね。おそらく、右端の香水カードはジョーカーなのかな。多分全ての代用になる感じでしょうか。ちょっと合成は、ハンドブックの NG を避けて試行回数するしかなさそうに感じました。説明はこんな感じなんですが、イラストなしの限界を感じました。ということで、受け取り画面と初日作ったレシピそのまま流して終わります。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。